皆さんこんにちは。女性アイドルグループ日向坂46のメンバーで、ファッション雑誌ビスのレギュラーモデルを務めるなど、ファッションモデルの一面も兼ね揃えている金村美玖さん。そんな金村さんですが、10月19日に開催された楽天ガールズアワード2024オータム・ウィンターに出演した際のランウェイでの歩き方がひどいと話題になっています。モデルである彼女の歩き方が炎上するほどのものとは一体何があったのでしょうか。またこの炎上をきっかけに、過去の問題発言についても再注目されているようです。今回は金村美玖さんについてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。2002年9月10日に埼玉県で生まれた金村美玖さん。2017年8月13日に欅坂46追加メンバー募集オーディションに合格すると、翌々日の15日欅坂46の2期生としてお披露目され、翌年の2月12日には幕張メッセイベントホールで行われた同グループ2期生初の単独イベント、おもてなし会に参加。2019年2月11日には自身の所属するグループが欅坂46から日向坂46に改称。2020年2月19日に発売された日向坂46のフォースシングル「そんなことないよ」では、初めて表題曲のフロントメンバーに抜擢されるなど、アイドルとしての人気を確立させていきました。そんな金村さんですが、2019年3月30日にはファッションショーイベント第28回マイナビプレゼンツ東京ガールズコレクション2019スプリング・サマーでランウェイデビューを果たすと、2020年10月1日発売のファッション雑誌ビス11月号からレギュラーモデルに就任するなど、アイドルとしてだけでなくモデルとしても活躍されています。そんな金村さんが炎上してしまったのが、10月19日に幕張メッセで開催された楽天ガールズアワード2024オータム・ウィンターに出演した際のこと。相当緊張していたのでしょうか。金村さんのランウェイでの歩き方は手と足が同時に出ていて、非常にぎこちない様子だったのです。この姿にネット上では、金村美玖ガルアワでドヤ顔で手と足一緒に出して歩いてるの見て、共感性羞恥のあまり舌を噛みちぎりたくなった、あれは見てられない、緊張はするとしてもちょっとこれは擁護できないレベルかもな、初めて出るならともかくデビューして何年経つんだよっていう、何よりあの歩き方でずっと顔すましてんのがやばい。手と足が一緒に出てしまっているのはモデルウォーキングの練習をしていない証拠。このステージを歩くなら最大限努力しないとと思う気持ちが足りないのでしょう。まあこの子からしたら大した仕事じゃないんでしょう。クライアント目線で言うと、この子には今後発注しないねなどと厳しい声が相次ぎました。金村さんのランウェイでの様子が注目される中で、同じく話題に上がったのは乃木坂46の遠藤さくらさんのウォーキング。過去にランウェイを歩いた遠藤さくらさんも、少しですが手と足が同じになってしまう場面があり、歩き方がひどいと炎上したことがありました。しかし遠藤さんの場合は終始アイドルらしいニコニコ笑顔で、時々ファンに向かって手を振る姿も、そのタイミングで手と足が一緒になってしまっていましたが、すぐ元に戻っていました。一方金村さんは終始あの歩き方で、あの自信満々の表情、緊張していたからと言われても不自然に感じるほどでしたし、あの歩き方で堂々とした表情を浮かべられるのはすごいなと感じるほど、そんな失敗したという表情を見せず、澄ました顔で最後まで歩き切ったあの様子から、あえて難波歩きをしているのではないかという声も出ています。難波歩きというのは、
日本における歌舞伎の動作である。六方に見られる右手と右足、左手と左足をそれぞれ同時に出す歩き方。着物の着崩れを防ぐため江戸時代までは日本人の一般的な歩き方だったそうです。ランウェイで衣装を崩さないためにわざと難波歩きをしていたのではないかという考察も出ていました。しかしファンによると金村さんはもともと緊張すると手足が一緒に出てしまうことがあったそうなので、難波歩きをランウェイで試していたのだとしたらすごいですが、緊張して失敗してしまった説も捨てきれませんね。そしてここまで金村さんのランウェイがひどいと注目される要因となったのが、桜坂46の山崎天さんのウォーキングが完璧だったからです。山崎さんも金村さんと同じガルアワ2024に出演していたのですが、同じアイドル同じ坂道グループの山崎さんの方は堂々たるウォーキングを披露していたため、金村さんの不思議な歩き方が余計に目立ってしまったようですね。ハイパー塩対応。さて今回歩き方で炎上してしまった金村さんですが、過去にもある発言をきっかけに炎上していたことがありました。金村さんは2020年2月26日放送のスッキリに出演した際、 MC のハリセンボン近藤春菜さんに対し失礼な侮辱発言をしたようです。この日ゲストとしてスタジオに招かれた金村さんはじめとする日向坂46メンバーは2月19日に発売し、初週55万枚を売り上げた大ヒットの新曲そんなことないよを生披露。パフォーマンス前には一部メンバーの自己紹介も行われ、金村さんは特技は人をお寿司に例えることですと意味不明なアピールをしていました。この発言にメイン MC の加藤浩次さんがお寿司に例えると困惑気味に聞き返すと、金村さんはバッテラと謎のイメージで回答。すると加藤さんは押し寿司じゃねえかよ、ギューッとなって押し寿司かよ俺とツッコミを入れ、続いて春菜はと水を向けていきます。これに対し金村さんは豚のと発言。後ろのメンバーからは軽い悲鳴にも似た声が上がりました。面を食らった春菜さんが表情を硬直させ戸惑っていると、加藤さんも豚のと驚き、あなた頭に豚ってつけたら絶対ダメよと冷静に指摘。しかし金村さんはヘラヘラと笑いながら、違うんですと返答。春菜さんも寿司で豚って食べたことあると詰め寄りましたが、金村さんは必死に考えたんですよ、ちゃんとカルビの握りってあるじゃないですかと弁明を続けました。もちろん春菜さんも本気で怒ったわけではないでしょう。しかし後ろのメンバーがケラケラと高笑いを続けたこともあり、一連の流れは春菜さんが惨めに感じられる空気となってしまいました。最終的には春菜さんがダメだ次と切れ芸で次の自己紹介に行き、金村さんがアイドルらしく頭を抱えるポーズをしたところでこの下りは終わったのですが、この発言は日向坂ファンの間でも賛否を呼び、豚のの後春菜の豚じゃねえよ町だったのにな、春菜は即興が効かない、春菜が乗ってくれたらお笑いとして爆発してただろうけど乗ってくれなかったから微妙な空気になってたな。容姿いじりでここまでのし上がってきた芸人の春菜にこの程度で失礼っていうのは逆に失礼などと被害者の春菜さんに責任転嫁する過激派から、びっくりした、もっと炎上していいと思う、芸能界の先輩に豚は失礼すぎ、ポットでの新人が見事に芸人が嫌う雑ないじりするアイドルに成長してるな、特技とか言って失礼なこと言って滑るとか、ファンに面白いとか言われて
調子に乗ったアイドルまんまやん。下手に芸人をいじりに行ったりしない方がいいよ。調子こいてると痛い目見るよ。など、冷静に受け止める良識的な意見も見受けられました。いずれにしても、頭髪や美醜、体型、容姿への揶揄が敏感な現代において、アイドルが女性芸人をいじる構図は、視聴者から不愉快に思われても仕方がないと言えるでしょうね。ハイパー塩対応、いかがでしたか。今回は炎上してしまった金村さんについてご紹介いたしました。モデルとしても活躍している彼女がどういう意図であのような歩き方になったのか真相は分かりませんが、緊張でああなってしまったのだったらもっとプロ意識を持ってほしいですし、過去の問題発言からもあまり真面目な人には感じられないため、厳しい意見が相次ぐ要因となったのではと思います。金村さんが今後この件について言及する日は来るのか要注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。